が思うスポーツの力とは、コミュニティの持つ力だと思っています。一人では、できないこともやっぱみんなが、協力し合い、助け合い、お互いを尊重し合うことで、そういうさまざまな困難にも立ち向かえたり乗り越えられたり、それが、スポーツの力を通じて平和につながったりっていうものがあると思いますので、スポーツを通じてこう健全なコミュニティをやっぱ、作っていけるというふうに思ってます。はい、自分は、アメリカで、バスケットをしてきた経験もあるんですけども、やっぱこう言葉が通じなかったりした時でも、異文化だったりしても、バスケットというものでみんなでこう分かち合えることもあったし、それを通じて、本当にたくさんの人に助けてもらえたり、普通に生活をしていてもそういうコミュニティの中でお互いをこう尊重し合って協力し合ってっていうことを本当に実際に経験してこれたので、それはバスケットだったりスポーツっていう力を本当に強く感じました。スポーツの力というのは本当に、人々の中で助け合って尊重し合っていくことで平和をもたらしてくれると思いますので、本当にスポーツに関わる全ての人々がそういう力を持っていると思いますので、みんなでスポーツの力を信じて協力し合って、これからやっていきたいと思ってます。